皆さん元気ですか？私は元気です。自粛になってから結構経ちましたけど、もうちょっとだと思ってたのにまた伸びてしまい、たくさん不安もいっぱいあると思いますけど、ここはみんなで、乗り越えましょう。今外で子供たちがすごい楽しそうに遊んでる声を聞いて、最近この声をたくさんお家でいて聞くので、むしろ今まではほとんど聞かなかったので、今こうやって聞けるのもなんか嬉しいなとかちょっと思ったり、いろいろと生活面でも大変になってきている中、そういうふうに思える自分も幸せというかありがたいなと、思います。やっぱりそれはこんな状況でもみんなが大変な中でも仲間たちからの支えの言葉だったり笑顔だったり、また一緒にダンスやりたいっていう気持ちだったりを話してくれるので、それがやっぱり励みになってます。自分が頑張れることっていうのは一人の力ではやっぱりなくて、たくさんの仲間たちとか家族がいてくれるからこそ頑張る力も湧いてくるし、頑張る意味も出てくるかなって思います。笑ったり泣いたりするみんなを見たいし、ダンスに向き合って頑張っていく姿をやっぱもっともっと身近で見たいっていうのもありますし、自分自身がやっぱりダンスを愛する一人のダンサーパフォーマーとしても、もっとステージの上で見に来てくださる皆様の前でパフォーマンスをまたやりたい、したいって、踊りたいって強く思うのも、こういうことがあるからこそ思えているというか、また実感できているなと思いますし、ネガティブに考えてしまうとそこでいっぱいになっちゃいますけど、そういう時だからこそポジティブなところにありがたいことだったり仲間のことだったり、そういうことを思い出して。いいところに目を向けて、いい言葉を耳に入れて心に留めて、それを活力にして今この時期を踏ん張っていきたいなと思います。きっと近い将来にまたみんなと一緒にダンスを踊って笑ったりできる日を心待ちにしながら頑張ります。みんなも頑張って。まさこでした。